あえていない期間がすごく長いので、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしますと、早く挨拶に行きたいなと思います8月10日に仙台で公開練習を行った羽生結弦27は、恩師ブライアン・オーサー60をはじめとするカナダのスタッフへの思いを報道陣に聞かれ、そう話した。 現場で羽生結弦を取材していたスポーツライターの野口義恵さんはこの言葉を受けて早速大沢氏本人にメールをしたという羽生結弦君の言葉を翻訳してブライアンに送りましたブライアンからはすごく嬉しい言葉だし10年間のいろんな思いが入っている言葉だねと返信がありました以下は野口さん長年 ハニューを取材する野口さんは彼を指導する大沢氏へのインタビューも売りに触れて行ってきた7月19日にハニューがプロ転校を宣言する会見を行った1週間後の26日にも大沢氏にリモート取材その心境に迫っているハニューゆくんからブライアンに連絡があったのは プロ転校会見の2から3日前、メールだったそうです。競技をやめることにした。今シーズンから試合に出ない。プロとしてやっていくという内容。そして、ありがとうという言葉があったといいます。会見は日本でやるから、それまで誰にも言わないでくださいとも。それに応えて、ブライアンは。 プロの世界で頑張ってね、いつでも帰っておいでと返したそうです7月まで、身体が明らかにされていなかった状況に、大沢氏も、もう、ワンシーズンやるのだろうと思い始めていた頃だったようだ。試合に出たら表彰台には上がれる状況ですから、譲るならまだ続けるかもしれないと思っていたと、ブライアンは話していました。 黒天候の決断を聞いての心境はすごく嬉しいと自分が育てた選手がちゃんと結果を残して満足して次のステージに行くのを喜ばしく感じているようです一方で4回転アクセルへの挑戦を続けるということには驚いてましたねいかに難しいかもいかにあらゆるアプローチをしてきたかも知っていますから ただ、まだ試していないアイデアもあるから、ユズるが必要としてくれたら手助けもするし、楽しみだとも言っていました辞には衝突も、僕が小離れできずにいた、羽生結弦が大沢氏の指導を受け始めたのは12年4月からだ。当時、17歳の羽生結弦君は、ソち五輪に出て、ピョンチャン五輪で金メダルを取るとブライアンに言ったそうです。 それを聞いてブライアンは、いいね。いいね。できるねと答えたと言いますその後、大沢氏の指導のもと急成長を遂げ、そっちでも金を狙うことに、五輪二連覇につながっていくわけだが、羽生結弦にとってカナダでの日々はスケート一色。ブライアンが食事や遊びに誘っても、絶対に、 ハニュうゆずくんは来なかったそうです。かっこ笑い。もちろん他の誰が誘っても行かない。他の生徒は毎年夏、ブライアンの別荘に行って、一緒に湖で泳いだりするんですが。ハニュうゆずくんはそれにも来ない。練習以外は外出せず。すべてをスケートにかけている。すごく、ストイックです。 ブライアンも寂しがったりせず、それが、譲るだからと理解していたと思います字には、意見が衝突したことも、ブライアンは、最初は僕の方が小離れできずにいったと言っていましたね。コーチとして、こうした方が勝てるよと助言すると、でも僕はこうやりたいと羽生結弦君が言う。そんな風に相いれない時期もありながら。 お互い歩み寄るという時期もあって、それを繰り返してきたんです。まるで、ぶつかり合いながらも成長していく親子関係のようですよね、大沢氏は、羽生結弦のコーチとして、重圧も感じていたそうだ。彼は、譲る羽生は一つのブランドのようなもの。僕自身もかつてない重圧を感じていた。 僕まで監視されているような気がしたとも話していました。羽生結弦君を指導するということは楽しいことである一方で、ものすごい責任とプレッシャーを感じていたようです。やはり五輪となれば、コーチの一言で運命が変わってしまうこともありますから、コロナ禍に入った20年以降、羽生結弦は仙台で練習をすることに、 カナダのオーサーン氏とはリモートでやり取りを続ける中で22年2月の北京五輪を迎えるこの五輪でオーサーン氏は羽生結弦の演技するリンクサイドに立たなかった北京五輪の直前になって羽生結弦君から一人でやりますと伝えられたそうですブライアンにしたら本音はサポートしたかったかもしれませんでも 27歳で迎える五輪で、しかも3回目、口出しするものじゃないと分かっていた、多分最後の五輪だから、譲る本人が舵取りをしたいと思うなら、尊重することにしたと言っていました。以前、ブライアンが指導していたキム・ヨナは、バンクーバー五輪で金メダルを取った後に、 理由がわからないまま喧嘩は彼のようにカナダから去ってしまったその経験があるからブライアンは違う国籍で違う言葉を使う生徒の気持ちをコントロールするのは難しいということもわかっているんですだからこそユズルが一人でやりたいと伝えてくれたから それでいいんだと言っていました野口さんはブライアンから、羽生譲るへのメッセージも託されたという。自分らしく、譲るらしく。これまでと違って、順位とか分かりやすい評価がないだけに、自分がやっていることが正しいか迷うこともあるかもしれない。そんな時は、自分らしくある限り、成功なんだと。 そう伝えててししいいと言っていまユズるがコーチになるかは別にして一緒に子供たちを教える機会があったらそれ以上の幸せはないという夢も語っています衝突も経てきた2人笑顔で抱き合いながら10年間をねぎらい合う時間はきっともうすぐだ